辻武之助から1976年は、京都出身の造眼師。1905年、京都で出生。1916年、11歳で、聖火没落のため、大見の清水造眼師のもとに修行に入る。1926年、京都小倉造眼師のもとに移り、修行を重ねる。1932年、27歳で造眼師として、独立。 1927年、滋賀県石部町出身の上山留と結婚、五男三女を設ける。職人としての腕は元より、新種の基調に富み、当時は畳町での作業が普通であったのを、基調の作業に、また、全工程を一人の職人が製作していたものに、分業制を導入するなどした。製御としての商品の製造、販売は長男に任せつつ、気の向くままに、 対策の制作に打ち込んだ。作風は、写実的なものが多く、特に竜や鷹、虎などが繊細かつ迫力ある描写がなされ、それらは、花瓶や楽園に躍動感あふれる技巧が凝らされている。1940年、展覧品として出された作品が宮内庁で買い上げられる。1974年、京都市伝統産業技術功労者として検証された。 2017年2月に学芸員監修のもと、京都市美術館にその作品が収蔵された。ありがとうございます。